はいどうもモンゲライダーです。今回はですね、岡山県全駅グルメラリー第11弾ということでね、今回訪れる駅は井原鉄道小田駅です。はい、ということで井原鉄道小田駅周辺までやってきました。はい、ということでね、井原鉄道小田駅までやってきました。まあ、この小田駅の駅舎、意外と、まあ、結構立派な駅舎があるんですね。で、駅の前には正鉄生誕の地というね、石碑があるんですが、室町時代の歌人の人みたいですね。まあ、失礼ながらこの正鉄という人ね、この石碑を見て僕は初めて知ったんですが、まあこの辺りの出身で、まあ、歌人として大成した人っていうことですね。これが小田駅駅舎の内部なんですが、田舎の郊外の駅とは思えないぐらい、なんか充実した待合室が完備されておりますね。で、小田駅の時刻表なんですが、まあ1時間に1、2本程度は発着するというような感じですね、上下線ともに。で、ここには駅のスタンプも置いてますね。まあ、ちょっと紙がないんで、これ押しようがないんですが、何かが描かれております。で、レンタサイクルなんかもあるんですね。観光にも力を入れてるんでしょうか。何か観光する場所があるんでしょうかね。ということでね、まあ駅前にはこういった小田見どころマップなんていうのもね、立てかけられてるんですが、まあ歴史と文化の街と銘打たれてるんでね、まあ、何かがあるんでしょうね。まあ、この小田駅の一つ隣駅はね、矢影という駅でね、まあ、その矢影周辺はまあ宿場町が残ってますからね。ただこの小田という場所はもう皆さん通過することが多いんじゃないでしょうかね。で、この小田駅のホームというのはこの築堤場の上にあるという高架駅スタイルですね。なんでちょっとね、登っていってみましょうかね。小田駅の駅舎はあるんですがね、あの駅舎はもっぱらレンタサイクル業務と待合室みたいな形なんでね、駅舎を介さずにホームに行くという、なかなか JR では見ないスタイルですよね。ということでね、小田駅のホームまで上がってきましたが、またベンチとかも結構綺麗ですね。1999年にできた駅なんでね、まだ新しいんですよね。で、ここには井原鉄道の情報などがとてもたくさん貼られております。いや、沿線情報がこんなにあるもんなんですね。井原鉄道の沿線は僕もあまり馴染みがないのでね。で、これが駅名表ですね。平野鉄工所前っていうなんかサブタイトルがついてますね。で、イラストにはこれ美星の天文台ですかね。美星天文台から一番近い駅がここなんですかね。
で、これがホームなんですが、結構狭めのホームですね。まあ基本的に1両編成の列車しか止まらないっていうところがありますんでね。ホームから見る小田駅周辺ですね。まあスーパーとかね、ホームセンター、コンビニなどもあって、で国道が通ってる、で住宅もね建ってまして、まあなかなかまあちゃんとした普通の街ですよね。でこの小田駅周辺は昔は織田の郷と呼ばれていたみたいで、小田駅の北側には織田軍の氷の宮跡があったということらしいですね。なのでこの辺りが織田軍の中心だったようですね。ではですね、ちょっと小田駅周辺を散策してみましょうかね。で、小田駅の前にはこれ国道486号が走ってるんですね。まあこれは皆さんよくまあ走ったりする道じゃないかなと思うんですが、お、なんかあそこに看板みたいなのがあります。福福地蔵と書いてますね。謎の地蔵があるようです。まあちょっと後で行ってみましょうかね。まあこの福福地蔵というのは本当に今たまたま発見した看板なんでね、これがどこにあるのかよくわかんないんですが、まあまずはね、ちょっとこちらに歩いて行ってみましょうか。国道486から少し南へ行ってみます。で国道486をね、まあ南に歩いていくとまた一本の筋が出てくるんですね。まあここがね、昔の小田の商店街だった道ですね。なんでちょっとこの辺りを少し歩いてみたいと思います。国道からね、南へ一本入ったこの筋はですね、かつての旧山陽道だった道ですね。なのでね、まあ昔の古い町並みが少し残っているっていうような形ですね。まあ残っているといってもね、まあ歩いてみると本当になんか普通の町って感じなんですが、まあこの岡山県内の旧山陽道の宿場町で一番町並みが保存されているというのはこの一つ手前の矢影宿なんですがね、矢影宿はもう綺麗に町並みが保存されてまして、本当に江戸時代の町を歩いているっていうような感じなんですが、この辺りはまあそうでもないですよね。でもこうして歩いてみるとところどころにですね、こういった昔の、まあ、日本の旧家といいますか、そういったものが連続で立ち並んでたりするんでね、まあ、この辺りを見てみるとやはり昔の街道の面影というか風情が残っているような気もしますね。そんなね、まあ、昔の街道沿いの古い建物が残る一角にですね、突如としてですね、こんな古い洋風建築の建物が出てくるんですね。でこれね、入り口の上の看板をちょっと見てみると、うっすらとですね字が読めるんですが、中国銀行小田支店と書いてあるんですね。要するに中銀の小田支店がこの建物だったということですね。まあこの建物がいつ建てられたものなのかね、よくわかんないんですが、まあ大正時代とか昭和初期ぐらいだと思うんですが、まあその頃には中国銀行の支店ができるほどにこの辺りは賑やかだったということなんでしょうね。まあこの辺り歩いているとね、こういった風にお土産屋なんかもね出てくるんですね。まあこれ今はやってるのかどうなのかちょっとわかんないんですが、まあ土産屋もできるほどに人の往来があったということなんでしょうね。それはまあ確かにね、旧山陽道といえばね、まあ現在でいう国道2号みたいなもんですからね、そりゃ人の往来もあったでしょうね。今はねもう閑散としてますがね。でこの小田商店街、まあ、かつての旧山陽道はですね、この先で国道486と合流することになります。でその国道に合流する手前のところにですね、この道についての説明板がねありますんで、ちょっとこれを見てみましょうか。先ほどの説明板にあった通りですね、ここはですね、旧山陽道の愛の宿だった場所ですね。まあ、矢影宿と七日市宿の間にあった宿場町。まあ、なんで、まあ、矢影の先にある簡易的な宿場町っていうイメージですかね、愛の宿っていうのは。そして、小田の町の南側には、小田川という川が流れております。まあここもですね、なので矢影とかと同様にですね、この小田川の水運で栄えたという歴史も持ってるみたいですね。そして小田ではですね、この岡山県道48号
笠岡美生線という県道が走ってるんですよ。まあ、ここで国道486と合流するんですがね、この橋が観音橋といって、この橋を渡ると笠岡に入ってきます。なので小田という町は笠岡と矢影の境界に位置する町なんですね。まあ、そういった立地であるためにですね、明治時代にはここ笠岡から吹屋までですね、笠岡トト道というですね、魚を運ぶための道がね、整備されてたんですね。それが小田を通っていたんです。これは現在の岡山県道48号をほぼ踏襲しているんですね。なので今も現在もここは旧山陽道と笠岡への道が交わる場所なんですね。まあ、なのでこの小田という町はですね、笠岡との結びつきが強くてですね、昭和の中頃まではですね、この辺りにですね、イカサ鉄道という鉄道が走っておりましてですね、今僕が登っているこの石段あたりに備中小田駅という駅があったんですね。まあ、これが石段を登った場所から見下ろす堀越宿場ですがね、ここにかつてのイカサ鉄道矢影線が走っていたということですね。で、石段を登った先にはね、このような社が建っております。まあ、この社はかつてのイカサ鉄道とか、まあ、宿場町なんかを見守ってきたんでしょうね。そしてその石段を登ったところに国道がありまして、ここにですね、福福地蔵の入り口があるようなんですよね。まあ、これも何かの縁なんでね、ちょっと行ってみましょうか。本当にさっきも言ったように福福地蔵に関しては全く何も調べておりません。なので今ノリで行っております。あれですね、福福地蔵の敷地の下をですね、茨鉄道が走っております。あそこに見えるのが最初に紹介した小田駅ですね。これが謎の福福地蔵ですね。どれが福福地蔵なんでしょうかね。あそこにあるやつかな。なんか御神言が書いております。なるほどですね。ということでね、福福地蔵見に来ましたけどもね、どうやらこれが福福地蔵らしいです。なんと福福地蔵というのはね、首なし地蔵のことだったんですね。まあ、案内板によりますと、どうやらこの地はですね、昔霊場だったそうですね。で、かなりお地蔵さんが埋められていたそうですね。で、昭和に入ってですよ、昭和50年代に工事をした際にですね、この首なし地蔵が土の中から現れてですね、我を大切に祀れと言ったそうですね。昭和にそんなことが起こりますかね。ほんと怖いな。オンカカカビサンマエイソアカ、オンカカカビサンマエイソアカ、オンカカカビサンマエイソアカ。はい、ということでね、今回小田駅編で行くお店なんですが、食工房つおさんというお店に行きたいと思います。まあ、何やらね、ちょっと調べたらなかなか美味しそうだったんでね、今回ちょっと行ってみたいと思います。はい、見えてきましたね、食工房つおさん、ここですね。ではね、ちょっと行ってみましょう。
ません、ご飯お借りください。はい、ありがとうございます。はい、すみません、ご飯を壊してはい、ということで食工房つおさんでね、エビフライとカニクリームコロッケの定食食べてきましたけどもね、いや美味しかったっすね。まあ、食工房つおさん基本的に、まあ、和食系の店っぽいんですけどもね、まあ、日替わり定食でああいったねこう洋風のランチも出してるってことでね、まあ1000円であれだけの品数、そしてご飯もおかわり自由で、あの美味しさなかなかいいんじゃないでしょうかね。まあ、カニクリームコロッケもね、しっかりクリームが濃厚で衣サクサクで美味しかったですし、でエビフライね、まあ有頭エビフライ、大きなエビフライでしたね。でタルタルソースも美味しかったですしね。で何よりねご飯おかわり自由なんでね、まあ腹ペコの皆さんはねあそこに行くと確実に満足できるでしょうね。なので気になる方はぜひ行ってみてください。ということで岡山県全駅グルメラリー小田駅編は以上になります。まあ、今回のお店の詳細ですとか料理の写真、あとは YouTube の次回予告などはですねインスタにアップしております。なのでねインスタのフォロー、そして YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。